どうもどうも、世界数少ない100億人のカラコファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。12月20日です。はい、はい、今日はね、昨日打ったお店にエヴァを狙っていきたいと思います。はい、楽しみだね。うん、エヴァかなりね、技術が使えると僕はもう確信してるので、うん、今後かなりもう食える機種筆頭になってくると思うんでね。うん、はい、そうだよね。台数も多いだろうしね。そうですね。うん。まあ、技術レベルで言ったら正直劣化の方がいけると思うんですけど、うん、やっぱりね、台数的にね、エヴァの方が圧倒的に入ってるんで、うん、はい、そうなると思います。はいはい、じゃあ行ってきます。行きます。はい。どうも。今日の結果報告していきます。はい、します。はい、まあ、今日は朝一からね、エヴァ狙って行って、うん、まあ行ったんですよね。はい、うん、来ましたね。はい、うん、で、まあ釘見た瞬間、多分昨日と変わってねえぞと。そんぐらいの勢いだったね。あ、まあ多少あいつだかなと思うけど。あ、本当多少ね。うん、僕は分からなかったな。まあね、って感じで、うん、うん、確か多少良かったのかもしれないですね、うん、今思えば。あ、うん、とは思うよ。はい、うん、あんまり言うとな、釘のこ、まあそこ、この状況でお店が分かっちゃうみたいなんですけどまあそこら辺にとこう。はい、で、1日打ってね、うん、もういきなり西村さんが早めに当たってバックレーンからのスタートね。60回転ぐらいだったかな、うん、当たって、当たって、うん、10連くらいですね。12連くらいしましたよね、確かね。したね、11連か12連かしたね。うん、で、一撃表記で2万1000とかあったかな、うん、ぐらい出て、うん、今日これも負けねえぜと。これは負けねえぜと思いますよね、それはね。うん、最高の出だしだったよね。いろんな演出、格納庫決まくるわ、何やら。そう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 。格納庫全種類見たわ、なんなんで。ね、あれ、順番に出てくるのかっていうぐらいの感じでしたよね。ね、うん、そういう。終わるのかなみたいなね。ね、うん、いやよかったよね。そう、それなのに今日は結果マイナスでしたと。はい、うん、マイナスでした。まあ、マイナス1000いくらかかるんですけどね、何がし、でしたね。うん、はい、まあ僕がエヴァのね、40代50代ぐらい入ってるんですけど、うん、多分一番僕は当たってないっすまあしょうがねえよなそればっかしは。あ、もう当たんない、全然当たんなかったあ、まあな、うん、315だしな、取れるでしょ。 315? あ、319か、うん、まあね、でも 22.5 ぐらいお互いの台ありましたね。うん、うん、あったね。まあちょっと丸打ってるんだったら全然いいかなと。うん、ひねりも結構効く台なので、うん、うん、あれ面白かったな、ひねり決まりますよね。うん、これ全ラウンド決めたもん。え、本当ですか。うん、120発増えたもんな。すごいっすねえ、何これと思ってこんなと思って。それは自慢できます、全ラウンド決めたって。全ラウンド増えた奇跡だ、奇跡それはすごいっすね、うん、俺楽しいと思って、うん、まあね、僕も当たらなかったですけど、やっぱずっと打ってる棋士なんでね、うん、楽しいっすね。そうね、エヴァの法則性とか知ってます？ちょっと見たぐらいでね、あんまよく分かんないんだよね。あ、本当ですか。うん、最初だって135で止まったら暴走に行くっていうのも知らなかったですよね、多分。あ、それは知ってた。あ、それは知ってたんだけど、なんか気づいてなかったから、あのスーパーあたりに実際こう止まってても。そう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 もうね、あのカメラこっち回してるからさ、うん、でこちらカメラ見て、で周りキョロキョロしてるんでやってるから、うん、気づいたらなんか俺おみたいな、止まってるみたいな135もね、スーパー後に止まるのもあるし、うん、何のリーチも張ってなく135が画面に急にね、うん、止まってるってパターンもあるしね。うん、うん、うん、進出鬼没なんだな、あいつな。面白いですね、うん、うん、そうそうそう、うん、楽しかったわ、うん、この図柄でリーチしたら大谷確定みたいなの知ってます？2図柄下段、もう一回言ってもらっていいですか？
ニーズ柄の下段横、うん、はいはい、リーチ、うん、それ、はい、もう一つは、もう一つ、はい、7ど真ん中7ど真ん中、確かにあんま見ないから、もしかしたらそうなのかもしれないですけど上段4ですね、上段4、下段2、あ、上段4もそうなんだ、はい、あ、それは知らなかった。あと特殊ステージ、うん、1回転目にリーチになったらもう当たり確定とか、ラスカが声回すことかね。ああ、はいはいはい、うん、あれ、あ、そうなんだ。時短中に特殊ステージに行ったら当たり確定とかね。へえー、うん、そういうのあんの、いろいろ法則性があるんでね。ああ、はい、知っとくと面白いかもしれないですね。確かにね、うん、ちょっと勉強するわ、するわ、うん、そんくらいです、今日はそうね、はい、なんかありますね、今日気づいたこととか。今日気づいたこと、うん、気づいたこと、まあ、申請モードがどうやって当たるのかを知ったぐらいですね、今日僕は。ああ、申請モード1回入りましたね。1回入って、やっとぜと思ってたんだけど、うん、あれ、どういう仕組みなんだろうなと思って調べた、調べてスッキリしたっていう話なんですよね。 あれ、2ラウンド確変引いた時に保留連してると、うん、保留連して10ラウンド確変だと申請モード行くんですね、うん、そうですね、うん、あれさ、特図1だけなの、特図2でもあんの、あれ存在するのかな、なんか 0.6% であるみたいなと書いてある人いたんだよね、ツイッターで。はい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 、どういうことと思って、うん、特図1だけじゃねえんだと思いながら、うん、まあ、その辺はちょっといまいち分かってない。確かにちょっともうよく分かってないかもしれないですね、うん、なんとなくですけど、うん、はい、あんな仕組みはよく分かんない、やっぱあんま影響しないけど、うん、ただ申請モード行くのもそうだし、うん、まあ通常引いてても申請モード行かないけど保留減らずに続くじゃないですか、うんうん、続いてるね、あの特図1の保留の方針、うんうん、そう、あれ嬉しいように見えて、うん、でも普通にこうやってラッシュ続いてた方が期待値的には上みたいですね、うんうんうん、って言ってましたね、うん、電話のさっき期待してた、うん、言ってましたね、うん、そう、だからちょっと僕は今日もね、またやらかしてしまいまして2ラウンド引いてへそ食べてから右打った方がいいと思ってたんですけど、はいはい、それも、完全にやんない方が良かったと昨日も今日も期待値余計に減らしてるなぁ、ね、余計なことしてるな、マジで、うんうん、まあまあ最初はね、解析もまだね、できてないし、ただレバー自体は本当疲れたいになってくると思うのでね、うん、はい、あんだけひねり効く時点で使えるよ、うん、そもそもね、そうそう、うん、って感じですかね、ですね、はい、はい、明日は編集でにしましょう、そうしましょう、うん、はい、頑張ります、はい、また明日、はい、バイバイ、バイバイ。